平民社平民新聞総監号平民社は、明治日本で非戦論を中核として結成された社会主義結社。中心人物は、高徳周水と坂井敏彦。平民新聞は、同社が発行した、週刊新聞。一九百三年十一月に、日露戦争開戦を支持する、大路同士館や七博士政権書などの構成とそれに、対する世論の支持を見て、 それまで非戦論を主張していた一万長報が社論を改戦論へと転換したためこれに異議を唱えた同識者の高徳周水と坂井敏彦が非戦論の主張を貫くために一万長報の発行元である長報者を退社改めて非戦論を訴え社会主義思想の宣伝普及を行うために平民社を結成した形態は新聞社で 小島竜太郎や加藤時次郎、岩崎角也らが資金援助を行い、結成約1ヶ月後に平民新聞総監にこぎつけたが、社会主義者と社会主義支援者らのセンターの役割を担い、事実上、社会主義協会と共に社会主義運動の中心組織であった。高徳周水は、2014年現在の JR 大塚駅北口広場近くにあった借屋に住んでおり、 平民社は同地を拠点としていた、住居県新聞社であった。平民社は、週刊、平民新聞を発行し、同紙は、1903年11月15日発行の第1号から、日露戦争さなかの1905年1月29日発行の第64号まで刊行された。また、平民新聞の週刊後は、消費組合直行団の機関誌であった。 直言を毎週発行という形で平民新聞の事実上の後継として発行している。週刊平民新聞第1号には平民社同人の署名のある宣言と堺と高徳の署名のある発刊の序が掲載されている。宣言では平民社が今後平民主義、社会主義、平和主義を唱えていくことが述べられている。この二つの文書は 1901年に、コートによって結成されながらも直ちに禁止された、社会民主党の社会民主党宣言書の精神を引き継ぎ、その後の日本における社会主義運動に大きな影響を与えたものであった。平民新聞3月13日に、社説、喜く社会当初を掲載、手を携え共通の敵軍国主義と戦うことを提言した。 3月27日社説、アー増税を、掲載、軍国制度、資本制度、階級制度の返回を主張し、発禁処分を受ける。週刊、平民新聞第53号11月13日には、新聞総刊1周年の記念として、堺と高徳の協約で、共産党宣言が約祭された。翻訳は、サミュエル・ムウーア役の英語訳からの重役。 日本における最初の共産党宣言の翻訳であった。週刊、平民新聞は第一面に英文欄を設け、アメリカ合衆国やイギリス、ロシアの社会主義者らへ情報の発信を行い、国際的な連帯を訴えた。その成果の一つは、戦争中の1904年8月にアムステルダムで開催された第二インターナショナルの第6回大会で、 片山戦と、ロシア代表のプレハワノフが共に副議長に選出されて会議場で握手を交わし、社会主義者の国境を超えた連帯と協力を確認したことである。この握手は、国際的連帯の成果として、週刊、平民新聞はもちろん、各国の社会主義陣営の機関紙等で報道された。また、翌1905年には、直言第7号で、エスペラント号を紹介している。 日露戦争非戦の主張は関係に目をつけられることとなり、戦争終結後の1905年10月9日、平民社は活動を2年足らずで解散することになった。1907年に再興するが、当局の激しい弾圧にあって、わずか3ヶ月で再び解散。翌年、3度再興するが1910年3月に解散。高徳事件で、 主要メンバーの大半を失ったリダイレクトページ平民新聞に関するカテゴリデータベースのページで平民者関連の資料を公開している。ありがとうございます。